ジャンガストーネ大公、ジャンガストーネでメディチは、メディチ家最後のトスカーナ大公である。コジモ賛成と、ヒマルゲリータルイーザの次男。トスカーナ大公子フェルディナンドは、兄、プファルツ選帝公、ヨハンビルヘルムヒ、アンナマリーアルイーザは七1723年、父の死によって52歳で第7代、トスカーナ大公となった。当時、すでに、 トスカーナ大公国は衰退の極みにあり、経済は疲弊し、財政は破綻していた。ジャンガストーネはそれまで、自堕落で、酒びたりの生活を行っていたため、誰も彼に期待する者はいなかった。後位継承前の1697年に、ザクセン・ラウエンブルク公王ユリウス・フランツの、娘アンナ・マリア・フランチスカと結婚したが、子は生まれなかった。即位当初、ジャンガストーネは、 抑圧的だった父の姿勢を改め、減税や、教会の政治への関与を排除するなどの改革を開始したが、財政や経済は好転せず、次第に国政への関心を失っていった。1729年以降は再び自堕落な生活に戻ってしまい、ピッティ宮殿に引きこもり、1日の大半をベッドの上で過ごすという低堕落であった。1737年、 ジャン・ガストーネは66歳で死去した。これによって、1743年に死んだ姉のアンナ・マリー・アルイーザを除いて、メディチ家の主流は途絶えた。ジャン・ガストーネの死後、トスカーナの人々に相談すらされず、欧州列国の選択によって、大公国は、ロレーヌ公、フランツ・ステファンのものとなった。このようにして、トスカーナ大公国は事実上、ハプスブルク帝国の一部となった。 ただし、ジャンガストーネの希望により、トスカーナ大公国は、元来のハプスブルク家領には、組み入れられず、あくまでも独立した国家とされた。これが、ジャンガストーネが最後にして唯一、トスカーナ大公国に残した功績である。ジャンガストーネ外交、ありがとうございます。